カージナルスのラーズ・ヌートバー外野手が6日日本時間7日、本拠地タイガース戦に、1番右翼、で先発出場し、今季3度目の1試合3安打をマークした。4打数3安打1四球で打率3割4厘。1盗塁も決めた。チームは延長10回で5、6で敗れて8連敗。地区最下位で借金14となった。今日、打率、3割4厘。出塁率、4割4分2厘。長打率、4割2分。OPS 0.862。これは日本人。四球合わせて今日も元気に4出塁。打てて走れて守れて選べて若い筒香。選球眼 MLB トップクラスで甘い球投げると出塁されるっていうセンター返しクソうまいのといい、スタイルが日本人っぽいんよな。これは次回のうぶく選手。際どいボール見切られて際どいストライクカットされて、甘い球打たれるってクソだそう。審判よりジャッジが正確なのすごいわ。これは日本人ですわ。これイケメンになったパーフェクト近藤じゃね。こいつめっちゃ打つやんけ WBC なんだったんや。なんでこんなに内野安打ばっかりなんや。日本には近藤がいるから。大谷、吉田、達治、ダル WBC 組全員好調という事実。 MLB 最高の大谷から声かかって WBC 中ずっと仲良くして、しかも世界一になるとか、もう覚醒するしかないやん。この調子だとアレナド・ウォルシュミに続くカージナルス3人目のスタメン固定になるかもな。達治のリードオフマンプリアベーから3年12億くらいの契約あるやろ。安くね。なおカージナルスは延長の末敗れました。ヌートバー、エドマン、アレナド、ゴールド、シュミット、ガイエゴス、いてなんで弱いんや。ホルス、トラウト、大谷がいても弱かった球団あるから、